みなさん、こんにちは、マーティン。今日は調味料、いろいろあります。味噌、大豆ですね。米味噌、麦に噌、豆味噌もあるけど、甘噌辛味噌まあいろいろあるけど、最強味噌や新州味噌、仙台味噌、エチゴ味噌田舎味噌、そ、むきもあります。八丁味噌、三州味噌ありますが、味噌汁にも使いますが、味が出るのと魚肉の臭みが切るなどいろいろですね。醤油 醤油は味がいいです。薄口とか濃い口、たまり、菜仕込み、白醤油などいろいろ味付けに効果ありますね、はい。酢、酢は体にいいですよ。穀物醸造酢、まあ、穀物酢とか黒酢、えー、米酢、玄米酢、果実酢とかゴ酢、柑橘酢、合成酢、加工酢、ポン酢とか合わせ酢。外国の酢はまあワインビネガーがいいですね、はい。殺菌とか酸味を出すとか漂白、あとはまあ、豆腐。 ビタミン C、柔らかくする、タンパク質、ぬめを取る、えぐみを取る、色鮮あざやすなどいろいろ効果があるんです。というわけで以上です。バイバイ。